発売3日でもう増刷決定、軽くなって開きやすくなって丈夫になった、前の鉄壁よりも圧倒的に余白部分が少ない、ね、インパクトのあるね絵があるんですけど、ここで1個ね裏話があってね、プロポーザル、ただ1個ねどうしてもやっぱね変えたかったものがあってですね、それはね1ページ目なんですよ。ハローで始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、そうです、鉄壁改訂版についてやっていきたいかなと思います。はい、またね、三木先生に会いに鉄力会に行ってきました。はい、来ました、鉄力会です。どんな風に変わったのかっていうのを聞いてきました。今やねこれね、 Amazon 参考書ランキングずっと1位ですからね、全体のランキングでも2位に入りましたからね、すごい売れ行きなんですけども、前回私鉄壁の動画出してね、非常に反響があったんですが、なんとこれね拳本第1号1冊目なんです。日本にある鉄壁の中で配られた1冊目の本らしいです。これね、改訂の裏話いっぱい聞いてきましたので、いや面白かった、まあ三木先生本人しか知らない裏話をいっぱい聞いてきました。まずまあこれが以前のバージョンですね。で今回の新しいバージョンですけど、そう見た目ほとんど変わんないですね。まあいろいろ作ったらしいんですけど、一応ねほとんど変えないことに決まったそうですね。この改訂のマークがついてるだけですね。ここにね太さが全然違うんですよ。どうですかね、見てわかりますかね、この新しい方が太いんですよ。まあページはね666ページから682ページになっただけなんで、そんなに変わってないんですけど、なんで太くなってるかっていうと、これね紙が違うんですよ。で軽くなってんですね。これね前のよりもページ数が多いんですけど、こっちの方が圧倒的に軽いんですよ。で軽くするためには空気を含むんですね。三木先生自体はその生徒に聞いたらしいんですよ。薄くて重いのと厚いけど軽いのどっちがいいかって言ったら、この厚くて軽い方がいいっていうのは圧倒的に多かったらしいです。で PUR 製本っていうですね、そういった製本方法になっていてですね、今までの鉄壁っていうのはですね、こうやってページ開いてやってもこうやって閉じちゃうんですよ。それが新しいやつだとこうやって開いたままになるように作られてるんですね。これノリが変わってるらしくてですね、開きやすいし、しかも壊れにくい。前のはねみんな一生懸命こうやってやって、無理やりこう開くようにするから結構ばらけちゃうことが多かったらしいんですね。軽くなって開きやすくなって丈夫になったっていうのがこのテクノロジーの進化です。どうして改訂したのかっていうところを聞いたんですけども、鉄壁10年ぐらい経ってやはり今の入試に合わせなきゃいけないだろうなっていうのがあったらしいです。まあ、特にね東大の入試も変わってきてるので、まあ一番の変化といえば量が増えてる、東大っていうのはだから終わらない。でその単語を調べたらそこまで新しい単語がバンバン出てくるとかそういったことはなかったけれども、量が多くて終わらないっていう悩みを抱えた生徒がすごく多くなったと言ってたんですね。だからその分パッと見てパッとイメージが浮かぶ単語を増やす、これが重要だなっていうふうに思ったそうです。で見て直感的に単語の意味がパッと浮かぶようにするっていうことですね。だからイラストが大幅に増えてるんですよ。イラストが140ぐらい増えたと言ってました。でも編集の人はねもう余白を許さないような本になってるって言ってましたね。もうほんとギリギリまでどん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 イラストが追加されてったって言ってましたね。前の鉄壁よりも圧倒的に余白部分が少ないそうです。他に変わった点、重要度がついてるんですよね。米印ついてどれぐらい重要かっていうのがあるんですけども、この10年でその重要度がまあ時間が経つとともに変わってきたので、そこを変えたって言ってましたね。10年間のデータベースを元にいろいろ見てみて、ああこの単語は重要度が増したなっていうのを示したそうですね。あとは基本単語でも加えたものっていうのがあるって言ってましたね。この単語そこまで重要じゃないなって思ってたけれども、あれ意外と英作文で全然できてないじゃんっていうのがあったそうです。まあ、例えば win の使い方とか lose の使い方ですね。で write to、ね、write to do は知ってるけども write to 名詞を知らない人がだいぶ多いなってことに気がついた。これはね東大クラスやってる人間なんですごくよくわかるんです。ああそうそうそうってね思うんですよ。そういった面で加わってるのもあるし、さらにはですねやっぱ出てくるようになったなこいつらっていうのが加わってますね。例えばですね text っていう単語、text メッセージ携帯メールですけども、そういった意味で使われるものが出てきたので新たに加えた。他にもねサブシディ、ね、これも総計でもね2020年出てましたけども、こういった単語も入れたと。補助金ってやつですね。これも自分もね授業で教える単語です。オトノマスとかね、やっぱ自動運転の、ね、車とか出てくるんで、プラウトはなんか悲しいけどやっぱまあ詐欺がいっぱい出てきちゃうから、まあ、入れておかなきゃいけないなとか。アントレプレナーズ、これ知らない人結構多いね。やっぱ授業でやっててもね、新たにね授業を始める人ですね。 TOEIC とかではね基礎単語になるわけですけど、まあ、大学受験でも必要になってきただろう。であとはシブリングとかスパウスとかね、結構当たり前の単語なんですよ。まあ、生活してたら知っ
ってなきゃいけない単語なんですけど、やっぱまあ東大クラスで教えても確かに知らない人多い。でなんかね、昔は結構中がついてたらしいんですけど、中がつかなくなってきてるっていう話でした。まあイラストを増やしたといえばやっぱり多義語、多義語を一個の絵で複数の意義を覚えられるようにするっていうのの工夫ですね。やっぱ結構考えたそうです。いいのが浮かぶまでに相当大変だったって言ってましたね。ただまあね、今までのやつはなるべく残しておこうと、それを覚えた人たちが改訂版で見たらなんか違うのになってたらあんまり良くないんじゃないかなと思って、そこまで基礎のものは変えてないって言ってましたね。画力が上がったから変えてもいいかなとは言ってましたね。三木先生本人が書いてますからね、これね。ただ一個ね、どうしてもやっぱね変えたかったものがって言ってて、それはね1ページ目なんですよ。最初のバイタルのところでですね、ビブとかフィットの意味を説明しているところなんだが、そうですね、改訂版では目が加わってるんですよ。これは最初に開いたページで改訂版だと分かるようにするためだって言ってましたね。まあ新たにね加わった絵だったらオーダーとかね、で命令しながらこう並んでるところね、表したりとか、コマンドも面白いよね。この操ってるのがイングリッシュだったりビューだったりアーミーだったりね、いやすごい面白いなって思いましたね。アンクショスもね、心配してるのと欲しいよっていうのをどうにか一つの絵で表せないかっていうように工夫したって言ってましたね。で新たにそうですね、 Get away with とか熟語も少し増やしたって言ってましたね。東大で問われたからって言ってました。さらに Resilient とか Entity、Forge みたいなね、こういったね新たな難語が加わってるって言ってましたね。でこれはきっと増えていくんじゃないかなっていうふうに、予想したそうですね。この3つとも私授業で教えてますね。やっぱり重要なんですよ。でね、面白かったのがね、ややこしいもの、 Crash、Clash、Crush、この3つを絵でこうやって表して忘れないようにする。これは面白い工夫だなって思いましたね。Yield ね、2つの意味ね。これ、ね、米生産してね、これ年貢を納めて屈服みたいなね。あとね、Parallel ね、スペルがややこしい。R と L があって、L が2個なの、1個なのみたいなのね。こうやって絵で表すことによって覚えやすくした。で、さらにね、このね、Attention ってですね。はい、この絵。まあ、わかりますよね。これね、まあ当然10年前だったら誰も分かんなかったものですけどね、今の若い人もちょっと分かんないって人がいるそうですけどね。であとまあ例文がついてなかったものに例文がついてった。例えばね、スニーズとかスノーワーとか、やっぱ使い方分かんないんじゃないかなっていう、新たに加わったと。もうその例文がすごくたくさん加わったんで、もうプリントアウトしたらもう改訂版の量じゃない、相当あったって言ってますね。で音声の方ですね、 CD の方も同じナレーターさんにその加わったものを全部、ね、録音してもらったって言ってました。でやっぱね、その時代の変化とともに、まあ、例文変えなきゃなっていうのが出てきたりもしたって言ってますね。やっぱポケベル B パーなんていうのはもう使ってないですからみんなね。でさらにはこのチャンネルでも話しましたけど、まあプラスチックゴミっていうのが、まあ、これからねどんどん増えていくだろうから、リラルの例文の中にプラスチックゴミの話を加えたと。あとまあね、 Twitter とかね、昔は中がついたけど今はね中つかなくなってますからね、こういうのも入れたって言ってましたね。ドメインっていうね単語でも今は使われて出てくるときにパブリックドメインっていうのが非常によく出てくるから、そういった情報も加えたって言ってましたね。あとやっぱ実際の出生率とかね出てくるものも時代変わって事実に合わせて変更したって言ってました。さらにまた教えてて、あこれ生徒たちが分かりづらいんだなってことを知ったものをですね変えたって言ってましたね。クレームのね解説や例文が出てきたり、 Variety って言った場合に This variety of 何々みたいな、こういった表現は結構知られてないんだなってことが分かったので解説を加えたって言ってました。でまあ様々なねインパクトのあるね絵があるんですけど、ここで一個ね裏話があってね、プロポーザル、ね、名詞プロポーザルなのにプロポーズって書いちゃう人が多いわけですね、日本語そうなってるから。でこの絵を描いたんですけど、ミキさんの娘さんが、いやプロポーズするときに帽子はかぶったまんまじゃないでしょう、帽子取るでしょうって言われたって言ってましたね。クレームとかもね、やっぱクレームの意味がね、すごく大きくなっちゃうから、それが出ないようにとかね工夫してるわけですよ。解説やね例文が加わったりとか、クレディットなんかもそうですね、これね結構出てくる。まあ総計でも問われたりしたけども、今年やっぱねこうやって工夫してるわけですよ。日本人の描いちゃうイメージとは違うものっていうのをちゃんと分かるようにこの絵に集約してる感じですね。で実は裏話として、これね例文のフォント変わってんの気づきました？ゴシック体に変わってるんですね、はい、この辺のね、こだわりも実は出版社で実はあったっていうね話をしていました。で、まあ、全体としてはやっぱイラスト用例ですね、例文がすごく多くなった、ね、出版社の方は本の余白を許さない鉄壁っていう風に言ってましたからね。いやーやっぱすごいですね。なんたって発売3日でもう増刷決定ですからね、とんでもない人気だったわけですよ。だからこうね出版社から今日ね花送られてきたんですけど、花が届きました。
こんな感じなんです。そうです、見てわかりますよ、これね。発売&重版って書いてありますから、いやそしたらなんか別の本じゃんみたいなね。発売された本と重版された本があるみたいな感じなんですけど、同じものですからね。さあどうだったでしょうか。こんな形ですね、鉄壁だいぶ変わりましたので、欲しくなった方もいるかもしれませんが、ぜひですね、前の本を持っている方はですね、どこが変わったのかっていうのをね、比べて楽しんでみるのもいいかもしれません。はい、今回はですね、鉄壁の著者である三木先生本人にインタビューして、本がどのように変わったのかっていうのをね、哲力会に行って聞いてきました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。はい、 Thank you for watching.